どうもおはようからこんばんは、とのてっこざる。モンスターハンターライズサンブリック続きをやっていきましょう。続きとは言いますがね、これ撮っているおとといに実はポケモンが出ましてで、個人的なプレイ時間全部そっちに持っていかれるんで進まないんですよね、モンハンが。しかもアップデートの情報があって、名誉クエとかのいろんなキャラクターいるじゃないですか。それをどうやらほとんどのクエスト、おそらく古流的なものとかガイアデルムとかあの辺は連れていけないにしても、ほとんどのクエストで名誉を連れていけるということで、じゃあ消化するのはまずはそっちかなと思って、じゃあちっちゃ姫名誉同行クエストね、今回はこれ行かないといけないがね、まずはちょっとね、固定調べというか肩慣らしにバゼルギウス行ってガーレアス提督なんですよ。こういうのをね、動画内でちょっと消化させていただこうかなと、本当申し訳ない爆輪流、本当はじっくりモンハンやりたいんですがね。いいね、ソロでもね、わちゃわちゃやりたいと思っているんで、そういうアップデートはね、私的にはね、ほんと神アップデートだわ。楽しみ。まだですよね。イベクエは配布されたが、そういうアップデートはまだだと思うんですよ。いいなぁ。みんなでわちゃわちゃしたい。お互い風格ありますな、提督。提督は体験。バゼルギウスですよ。体験でしょ当たるかな、近接系で。まあ、そこはね、私がガンナーですから、提督、お任せください。この、カイザーに。バゼルギウスどこ？あ、そっちか。まあ、まずは強化。なんか怒られたわ強化せずに挑めと。そこまでのね、縛りはしたくないですよ、提督。で、この下にいました。あ、私貫きの実なかったんだ。あ、じゃあちょっと待って。いや、アイテムポーチがね、なんか足りないなって思っていたら、じゃあこうしておいて、そろそろエイリチェンしそうですよね。ほら、そっちか。お、何をしているんだバゼルギウス。ルナガロン総流、いいねいいね。目標発見。せや、進捗良好、腕前を見せて。バズルギウスのね、曲聴こうと思っていたら総流の曲になる。当たるかな。距離が離れすぎている。移動して近づいて、あ、今だ。私を本気にさせたな。バゼルギウスの素材は今そんなにいらないかな。目的はバゼルギウスなんで、こうしてダメージを与えていって、あー、天輪は欲しいか、爆輪流の。豪壮、重核。私を本気にさせたな。ててて。提督2回目の本気ですか。興奮状態。いいね、提督強者感がありますよね。バゼルギウス自体はね、グレン・タギルの方は倒しているんですよね。で、そっちも前回の動画でお送りというか見たように、名誉クエの方でありますよね。そっちもやっていきたいにしても、まずは名誉同行クエの方で使える名誉っていうのを増やす。あと、提督と、うつし教官と、普賢か。なんでしばらくこの先の実況といいますかね、動画でお送りしたことないなっていうやつも挟みながら、盟友の同行クエの方をメインとしてやっていきたい。いや、怪異クエとかありますよ。あっ
って、でかつ私自身の集会場の方もありますし、やることはね本当多いんですよ。まずはアップデートに向けて私も準備したい、そこら辺はご了承ください。気をつけろ、敵が来るぞ。しょうがない、ポケモンが悪いオープンワールドにしたポケモンが悪い。ここいらでこれ使って、狙いはお主だ。不覚を取ったか。あい、提督、提督シス。提督が下手こいたしている提督大丈夫ですか、助け起こす。提督これ降下していく。提督それずるいな、それやってるとダメージ判定ないでしょエリチェンだと思っていたかな。設置型爆弾どこに置いた。追跡だ。追うか。あ、今度こそエリチェン。提督しかもまたルナガロンのところか、復讐しに行ったのかと。ルナガロンは去っていった。まだ動きが鈍いうちにこれを打ち込んでおいて、さあハゼロ、わしだって爆発じゃぞ。よしで送流ができます。騎士の誇りにかけて、騎士の誇りにかけて、ちょっと変なところにいた見事な操作。いやどうかな今のは見事じゃないな、今のは下手くそだったな。ブレスアップ、そーらそーら。おお、こけたか、情けないものよ。貫通弾お見舞いしてやるわ。ふっ、今回当たってないよまだ、こやつの攻撃。提督飛んだだけじゃないよな今の気をつける。今チャンスタイムだから調合させてもらいまして、ゼルギウスは近接ワールドの時も私弓で挑んでいたから近接で挑んだことないな、そういえば。さあ設置型地雷はそこにありますよ。一気に行くぞ。よし、礼を言うぞ。グレンタギルに比べたらだいぶおとなしい。爆発の感覚だってあるし。不覚を取った提督2回目ですよ。大体あの場所で突っ立っているばっかりだから、アルロ教官も言っていたしアルロ突っ立ってばかりだから体がなまるんですよ。それは確かにね、こうして狩りに同行しないとダメだなからくりくじ来ましたか。残念ながらエリチェン、お、環境生物を呼び寄せている。かけり虫か、次クシャルかクシャルはクシャルは本当苦手なんだよな。今作で今一番まずい、一発食らってしまった。ノーダメで倒そうと思っていたが、
もうダメダメだな。ボーン。さあここから私のボコボコタイムが始まるぞ。よくやってくれた。いいぞ。貫通弾レベル3でもかなりのダメージか。活目せよ。提督いいとこないですよ。逃がさぬ。ここは任せたぞ。バゼルの鳴き声も怖いですよね。お、提督はルナガロンの総流。さあ、一気に攻めるぞ。そらそら。さすがよな。さすがよな。あ、まだ落とし物してくれるのか。じゃあちょいと失礼しますよ。ルナガロンさん邪魔。いやダメージ与えてくれているからね。弱っているし。じゃあもういいや。しびれで罠を仕掛けた。ほっかくっと提督。提督さん依頼再読へも達成。捕獲しようとしているのにね、何あなた攻撃しようとしているんですか。そっち向かない。ちゃんとこっち向いて話そう。なんで私がね捕獲しようとしたのにね、あの攻撃するんですか。倒してしまったらどうするんですか。提督も罰が悪いからわしもそっぽ向く。ぷい。天輪コヌー。強欲はそんな持っていないな。ハンターランクの方は上がり続けるんですね。いい面構えだな。昔を思い出すって年的にはね、同年代かわしの方が上かな。いやわしも老いぼれですぞ。シーカー系の防具。シーカーっていうだけ聞くと盗賊っぽいような感じはしますが、どんなんだろう。ハンター系っぽいよな外観は。はあ、幸運ね。キノコ大好き。採取とかそういう系かな。じゃあね。感謝する。高き炎よ。王国のために。ほう、大名槌か。じゃあね、次は嫌なクシャルということで、久々にねカムラの里の方でヨモギちゃんにちょっと癒してもらおうかなと。じゃあいつもの顔色の悪いウサ団子。ありがとうございました。じゃあ行きますか。まずはエルガドに帰って。いいなぁ、かわいいなぁ。
知ったどうだあららおねり。ではちっちゃ姫クシャルのクエストを。お好きなクエストをどうぞ。これか。行ってらっしゃいませ。うむ、では行ってまいる。よもぎちゃんの団子を食べ、今や活力に満ちたこのわし。行くか。では行く、行こう。ロンディーデの、ロンディーデはね、スラッシュアックスにしてる。いや、だいぶ強化しないといけないかな。さっきまでの私はどこ行ったんだ。いや、しょうがない。ここにたどり着くまでで、もう団子消化しちゃったから、もうお腹空いたらもう。いや、すぐには無理だと思うな。しかも、ここ割と久しぶりだな。寒冷軍とはあんま行ってなかったな、最近。む、クシャルと、ティガか。もうお互い関わらないようにしているな。ほら、ティガさん、クシャル見えません？さあ、始めよう。そうそう、始めてくれ。ティガの方に、あ、行っちゃうか。あ、クシャルが反応した。いいぞ、いいぞ。よしよし。ティガの方、ティガの方、総流総流、ドキドキ。そこか。標的発見。シア。クシャルのね、BGM もね、超かっこいいんですよね。あと一発入れたい。ほら。今回はちゃんと大技を入れようね。ここ叫ぶ直前。はあ、貴殿こそ総流名人だ。あれ、重角、そうか、マスターランクでは初めてか。クシャル、ちょっとティガさん、ティガさん、こういう時ね、状態上とかあればいいんですがね。嘘だろ、貫通滅流弾か。ちょ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 、いや、ワールドの時はほんとね、ほんと嫌だった。フィールドで竜巻起こしまくるしさ、あれ超迷惑ですよね。今作は今作で真面目に戦ってて嫌かな。まとい出したら攻撃頭と尻尾ぐらいしか入らんし、昔みたいにさ、角というか頭部破壊で竜巻みたいな、なんかいろいろまとうっていうのか、そう、そういうのね、弱まるとか今作はないんだろうかね。狙われているぞ。翼当ててもさ、キンキンキンっていうしね、黒いのまとっちゃうとね。今はまだいいにしても、頭部ね、当てづらいんですよね。ロンディでさ、すごい声出している。うわ、狙いはお主だ。昔はよくね、閃光玉とか、あとは毒の投げナイフとかあったよね。毒らせるといいとか。今回は特に準備してないな。ブレスでね、吹っ飛ばされてから追撃ブレス食らって、上位の方の今作ね、今作の上位の方のクシャルに私殺されたんですよ。近接だと竜風圧で飛ばされるんですよ。飛ばされるというか尻餅つくんだったっけ。ちっちゃい罠も効かんしな。
王か。逃がすものか。大体、あ、なぜ捕獲麻酔弾を作った。大体泣き言しか言わない。びっくりした、ガブラスか。なんだお主はと思っていたら。捕獲麻酔弾どうする？ 2 発しかない。意味ないけど撃つ。消費するために。マッチクリー。そこラージャンがいる。ラージャンに一撃入れてくれ。お、縄張り争いがあるのか。捕獲麻酔弾で969入ったみたいになっている。あ、総流いける。ラージャン打ち負けてしまうか。相手が古流ですものね。でもその竜巻に阻まれている。うら、殴れ殴れ。ラージャンは怒っているのではない。で、大技、なんかダメージ入った感がない。今のブレスで、うん、完璧な走流だ。だと、いいんじゃの。血がたぎるね。ひー、あれ模様じゃの。まあその攻撃はまだ当たらないからいいか。油断しちゃうとね、ブレス当たって吹っ飛ばされるんだよな。やばい、硬直している。ロンディーネさんは何の属性なんだろう。ガルムがへばりついている。何をしているんだあれは。起爆榴弾打ち込みづらいな。おっと、怖っ。よし、当たった。で、いった。いい、じゃあちょいと回復してもらって、させてもらって。どこ行った。うわっ、そうそうそう、それで吹っ飛ばされて次の攻撃でやられたんですよ。いいぞ。それ、あっぶ、助かったぞ。ふう、死ぬかと思ったわい。てん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 、あれ、去っちまった。ガンガン走流してさ、そのダメージで倒したい。連続ラージャン走流ってどう。飛んでばっかりなんだよな。注意しろ。なんだ、吸い寄せられる。あっぶ、あの攻撃あった。
飛んでばかりだときついな。翼の V 破壊、翼の V 破壊やったら飛びにくくなるとかあればいいな。もしくは肉質柔らかくなるとか。さっきみたいなね、ブレスの打ち上げての追撃っていうのがほんと怖いんですよ。ちょっとそんなこと言っていたら、ティガを連れてくるか。激流層だってあるんですよ。ちょっとしたサプライズさ。いや、バレてた右上でね、あのティガ操流しているのバレてたから。ティガさん、容赦なしだですね。こけて顔面に打ち込む。よし、いいぞ、ボーナスタイム、ボーナスタイム。まだ打てるかまだ打つ時間ぐらいは。で、次はクシャルを操流してダメージを与えれば、総流と、あとは、まあ、総流か、総流でいいダメージは入るかな。お、先行もナイス。ガルムさん、麻痺っぽいなんかやっているな。奏者の もうそれだけ竜巻出すのやべえって言って、地雷にね当てたい。うお、あー、もうやばいやつやばいやつになった。怖いよね、なんか黒いね、黒くなって、で赤い雷みたいなのまとってね。それな。でもそこには地雷があったんですよ。あはは、コテンってなった。まずいな、今のうちに調合。クシャルさんもう弱ってくれないかなよし、ノリがいける。今回ちゃんとぶつけましょう。なんか変なところに落とし物ないか。流飛砲ね。あんまブレスの隙が少ないんだよな。特に打ち上げてくるやつとかもうすぐバッてなるから語彙力避けづらいですね。いい、応援ダンスか。
これ痛そう。ロンリーネさんね、キエン万丈って言えばいいものじゃないんですよ。あぶあれちょっとこっち狙うな。打ち上げの竜巻、あれが一番嫌な攻撃。よしよし、弱っている弱っている。まだ足シンドラン、もう一丁来るぞ。やったか。気をつけろ。吸い寄せられる。違うのか、違う大技か。いるんでおるぞ。我らに不可能はない。礼を言うぞ。今打ち上げブレスやっていなかったか。こうは逃がしたくない。でも先行は持ってない。よかった、まだ次のエリアか。ハハ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 ハ。よし、終わりだ。片付いたな。やはり狩猟はいいね。つい熱くなってしまったよ。そんな活躍した感じはなかったな、ロンディーネさん。ロンディーネさんとか他のみんな剥ぎ取りとかしないよね。戦いたいだけ。バトルジャンキーか、もしかして。ほら、攻撃に使えるかもしれないし、手伝ってくれたから、わしに譲ってくれると。狩猟もまたロマンだね。ふう、まあ、死ななかったからいいものの、危ないところはあったな。普通の素材持ってはいなかったからね。いいね、ラージャの素材。あ、ティーガーもある。で、クシャナ殿下のは、通常弾、なるほどね。装填拡張とか、交流の恩恵。熱ダメージ無効化とか、いろいろあるんですね。ハモンさんから教わった技術の数々をフル稼働。あ、今の私にはそこまで必要なスキルはないか。よし、じゃあ今回はここまでにしましょう。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。